エマーヌエール・ラスカーは、ユダヤ系ドイツ人の数学者、チェスプレイヤー。ブランデンブルク州ベルリン比喩に生まれた。哲学、数学を学んだ。国際チェス競技で9回優勝した後、1894年選手権を獲得したが、1921年キューバのホセカパブランカに敗れた。ナチス政権下のユダヤ人迫害を受けて1933年。 イギリスに、1935年には、ソ連のモスクワに、1937年には、アメリカのニューヨークに移住し、同地で没した。ラスカーは、心理学の要素をチェスに持ち込み、対戦相手のスタイルを綿密に研究した上で、試合に挑んだ。チェスは偶然の要素がほとんどないゲームだが、ラスカーは、人間同士のチェスにおいては、心理状態が重要な要素となることを心得ていた。 彼は、序盤戦の準備にはあまり意味を認めていなかったが、これはわざと劣勢な序盤戦を展開することで、相手の裏をかく狙いがあったためであるとも言われている。そのため、彼は、不利な局面からでも目一杯の頑張りを見せ、最後まで決して諦めないチェスを指したと、評価されている。チェスの原理からベルクソンに近い生の哲学を知るべ、来たし、 また政治的問題をも、チスの考え方によって解決してみようと試みた。兄は、エルゼラ・スカーシューラーと結婚したこともある。ありがとうございます。